ハトメは鳥類の分類の一つである。現在はハト科の実が属する。形態はズングリとした体格だが、胸筋がよく発達しているため、早く飛ぶことができる。食物は植物質のものが多い。世界中に分布する。伝統的にはハト科、堂々科、砂形科が属した。これらはハトアモク、コロンビーとサケ形アモク、テラクリーツに分けられていた。 世界中に分布している。歯とかはすべて植物食である。くちばしを水につけ、吸い上げながら水を飲むのが歯とかの特徴で、これができる鳥は他にはわずかしかいない。ピジョンミルクという牛乳に似た成分の分泌物で子育てをする。このため年間を通じて繁殖可能である。全種絶滅。飛べない太った鳥であった。堂々は 非常に得意な形態のため、分類に諸説あったが、形態、分子双方の系統解析により、ハトカに含まれることが判明した。ハトアカ、コラムバイニーと、堂ド々ドカ、ラフィニートに分ける、鳩的な分類もあるが、ハトアカは、側系統であり、この分類は、系統的ではない。砂漠に生息する、頭部の形態がハトに似たとり、現在は単独で、叫メとなる。 かつてはシブリーラにより拡大した甲の取り目に含められた。シブリーラはハトメから酒へカを除外したため、彼らのハトメは現在のものと同じである。彼らはハト目をつるめ、甲の取り目スズメメと共に、スズメウアメパスリモウフェに属させた。ありがとうございます。